アンドレ・エッキングはフランスのチェリスト。エッキングはボルドーに生まれた。シャルル・オーギュスト・ドベリオに支持した。彼は15歳でスペインへの演奏旅行を行った。1896年には兄弟が数年来活動していたアメリカへと渡り、5月17日にカーネギー・ホールにおいて行われた事前演奏会でアントン・ルビンシュテインのチェロ競争曲を演奏した。 エッキングは1909年からパリに今日構えて、チェロのレッスンを行うようになり、指導の合間の演奏活動によってヨーロッパ中で、ビル・トゥ・オーゾ奏者としての名声を獲得した。パブロ・カザルス、ヨゼフ・サーモン、ジラン・アレック・サニアンとエッキングの4人は、エマヌエル・モールのチェロ四重奏曲オッパス95の世界初演を行っており、 さらに彼は1910年にジョルジェ・エネスクと共に、モールのバイオリンとチェロのための組曲オッパス109の初演にも携わった。1874年以降の彼の使用楽器は、イタリアのバイオリン製作者、ドメニコ・モンタニアーナによる1721年生のチェロであった。1918年からは、パリ音楽院の教員として迎え入れられ、翌年には、 教授に就任している。また、彼は、フォンテーヌ・ブローのアメリカ音楽院でも、教鞭を取った。エッキング文下で有名なのは、チェリストのピエール・フルニエ、ジュアン・ルイーズ・カゾウやシャルル・ウドレなどである。エッキングは、パリに没した。彼の兄は、チェリストのアントン・ヘッキングであり、いとこには、チェリストのジェラール・エッキングがいる。1925年6月12日に、 パリの国民音楽協会において行われたガブリエル・フォーレの弦楽四重奏曲オッパス121の初演に加わったのがアンドレなのかジェラールなのかははっきりしない。エッキングの娘のジャンルはミルクール出身のバイオリン製造者マルセル・バテロと結婚した。その間に生まれたのがエティエンヌ・バテロであり、タベア・チン・マーマンが使用する。 ビオラなどを制作したバイオリン制作者である。カミリユ・サン・サーンスは、チェロとオルガンのための、祈りオーパス158を、シャルル・トゥルヌ・ミールは、チェロ・ソナタ・オーパス5、エッキングに検定している。注釈主典。ありがとうございます。